こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、前橋競輪場で開催されている G1 友人と新能杯もいよいよ最終日。えー、12レース決勝戦の予想を行い、行っていきます。はい、えー、概要です。えー、こちらですね、脇本三谷、えーえー、この2人のコンビに、えー、人気が集まっています。やっぱり確かに脇本、 スピードやアと準決勝もあの上がりタイム8秒8のバンクレコードタイと協力なんですが、えー、3人揃った福島勢、えー、北日本と書いてますが、福島だけ、えー、の3人が、数なりがですね、なんとかして、えー、脇本 不発に終わらせたいと頑張れば、えー、小松崎がチャンスだと思います。もしあの脇元で決まってしまった場合、番手三谷が絡まれるとみて、えー、2着、えー、をと紐を、えー、渡辺和成の、ま、逆にまくり中心にしあの校長清水。 浅井、えー、佐藤慎太郎で狙、ね、ってみたいと思います、えー。12レース決勝戦です。ご覧の9人ですね。えっ、ー、と、西、にえー、二車端のオッズの前に、えー、並びですね、小間切れ戦ということで、えー、浅井と平原が短期。唯一三車なのが福島。 コンビ、えー、渡辺和成、小松崎第一佐藤慎太郎へ並ぶことになりました。これですね、小松崎が前で引っ張り役やってもおかしくなかったんですが、え、この並び、かつ小松崎が番手ということは、まあ、やはり、渡辺和成、この辺は作戦を考えてるんじゃないかなと思います。え、三連打のシーツ、やはり、えー、 脇本、この両者が圧倒してますね。以下、浅井、平原、えー、渡辺、和成、清水といったところが続いております。えー、バック回数は、見、えー、谷が10回、清水が8回、ただ、あの脇本6回ですが、これはあの競技行ってますので、えー、決まり手見てもあの逃げが6回なので、えー、実際は2倍。 とか、それ以上あるかと思います。実際、あの、ここ直前の成績見てても、脇本はバックたくさん取ってますからね。まあ、見たりも結構あの逃げたりはしてるんですが、ここ2場所で言うと、あんまりバック取ってない。というのもあるんで、うん、やっぱり脇本が一番逃げる可能性が高いのかなと思います。 スタート回数は佐藤慎太郎が3回でトップですかとはいえ、まあ、極端に多い選手が見当たらないので、その辺、スタート、合法になってどうなるかは、えー、もう少し様子を見たいかと思います。三、えー、二車単のオッズですね、やっぱり、えー、脇本、三谷の折り返し、特に脇本の頭の、 が人気を集めております。そうですね。え、このオッズの傾向なんですが、えー、っと、まあ、か中盤に乗るじゃないですけど、一番人気を、あになると、もしくは、あの、この、ケーリン .jp で、印が、厚い印がついていると、 あの変われる傾向にあるんで3.9倍7.4倍ですが実際はもう少し下がるんじゃないかなと思っております。というわけで、まあ、力から見ると確かに脇本スピードは圧倒的なんですがちょっと人気しすぎなのが気になる。 ところでではありますんでおっと、もう結果が出てしまった。<laughs> すいません。えっ、ー、と、いうわけで小松崎です。はい。小松崎を狙ってみたいと思います。えー、なぜ小松崎なのか。というと、やっぱり、福島3人の並びっていうのがすごく、えー、気になるんですよね。 やはりこれはあの三人のうちを誰かを優勝させる並びじゃないかなと。もしあのー、脇本を倒すには、福島トリオがわ脇本を倒して福島トリオの誰かが優勝を取るためには、えー、脇本を詰めて後方に追いやって、もしくは、 まあ、外に浮かせて、不発に終わらせてしかないんじゃないかなと思います。ということになると、まあ、普通に、あのー、押さえたり、清水あたりが、清水や浅い、平原あたりがいい切ったところを、こう、叩いて出るというのは、まあ、普通、 だと思うんですけど、意外とまあ、突っ張りあるんじゃないかなと思います。まあ、えー、っと、一回ですね、清水はンキりするでしょうね。後方にいて、えー、っと、この並び予想順となると、まあ、陰切ると思うんですよね。で、陰切っ で、それを、まあ、カズナリが叩いて、脇音が来るところを何とか突っ張る。っていう流れだと思うんですが、むしろ、カズナリが前を取って、清水がイン切ったところをイン切らせないで、で、脇音が来たところで突っ張ってしまうという並び、 あの、展開も、逆に脇本、スピードに乗ってしまったとき、あの、仕掛け合いになって、全体的なレースをスピードが上がったときは、や、はい、競技やってる選手っていうのは強いと思うんですよ。ただ、そうじゃなくって、タイミングを逃されたときは、あの、猛さが出るんじゃないかなと、一度、こう、 外に浮かされながら、あの、習われたときは、その加速するのに時間がかかるというか、そこで足を使ってしまうんじゃないかなと思います。どちらにしても渡辺和成ですね。脇音を、あの、できらせるともう終わりです。なので、なんとかできらさないように、 しなければならないと。ただ、あまりにも早く行くと、早く行ったり、二段掛けしたりすると、あの全体のスピードがあるんで脇元がまくってしまうということを考えると、そうですね、脇元を出させないようにする。 ちょっとタイミング、仕掛けるタイミング、まあ他に、まあ清水もいますけど、清水が逃げるっていうのは、まあ清水はペースを上げながら前へ出て、あの他の仕掛けを待つというのはあるんですけど、まあそれでだいぶ来なかったら逃げるんですけど、まあ脇本を抑えれば渡部和成先手取れるんじゃないかなと思って、 えっと、まあ、他のラインも、アサインも結構足溜めるタイプですし、今場所平原すごく仕掛けが遅い。まあ、数場所前からそんな傾向はあるんですけど、仕掛けは遅いし、仕掛けてもそんなに、あの、伸びないというか、そういう傾向はあると思うんですよね。共同通信社配まあこれ500バンクのコーチだったんですけど、 5番手あたりを取って、清水が前に行って、清水が中を割って、でもう完全に、あの、浅井があまり早めに行くと浅井がそのスピードに乗って、とどあの、大外届いちゃうんで、そこを見ながらギリギリのタイミングで仕掛けて、 うん楽勝で突き抜けるかなと思ったら清水が頑張っちゃって結構ギリギリの届きになったのがやっぱり気になるとこで結構平原らら焦ったと思うんですよねあ自分の伸び足そんなにないぞっていうのであ今回の友人新郎杯の準決勝もそんな感じで清水カシノが咲き、えー、まくり打って そこで、えっと、外で、歌詞の買わせてたと、買わせたと思ったら買わせなかったというのがあるんで、自分は今回、平原、3人いて積極的な仕掛けできなかった。あの、南が先手取って、結構、ずっと流してるんですよね。で、ホーム、ホームまでその状態に差し掛かった時に、もうあそこで行かないといけないんですよ。 あのもろ3人いますからねじ、自分のラインは。それで行けなくって、結局、清水に咲まくりを許したというのは、やっぱりどうも引っかかる、まあ、先まくりを許しても、そこでまく、あ、り追い込みで突き抜ければいいんですけど、結局、歌詞のすら交わせなかったというのは、ちょっと平原、あの限定材料じゃないかなと思います。 まあ、どちらにしてもですね、そんなに、ペースを上げちゃうと脇元が犠牲になるんで、まあ、清水のインキリあたりがペースを上げるようにはなるかと思うんですけど、まあ、風内スプリント能力持ってますから、できって足を温存する形で流して、 ととは脇本集まってあの、来ないことを祈るのみということで、そして2センターン対まで温存できれば、そこで小松崎が出ていけばあの、不発に終わらせることができるんじゃないかな。やっぱりカズナイも、航続距離は短いですけど、トップスピードはありますので、もし、まあ、最終、残り1周辺りで、えー、相当なかけてたら、脇本をまくるの容易じゃないと思うんですね。なので そういう展開になったときに、あの、小松崎が優勝。SKS 班の格じゃないというのは、あの、言われるんですけど、まあ確かにそうなんですけど、あくまで、まあ、えー、特別のレースですからね、SKS 班のことを考える前に、どうやったら、えー、自分の味方が優勝できるかというのを、えこの並びだと、あの、 意図してるんじゃないかなと思って、えー、小松崎から行きました、まあ。慎太郎が、は、どうなのかなまあ、早めに動けば、まあ、かわしにかかるでしょうね。まあ、そんな展開になったら、脇本届いてしまうんじゃないかな、と、思、思いますが、あとは、まあ、 小松崎から、校長清水も、展開関係なく狙いたいと思います。それから縦の足がある。足を溜めてて、まくり追い込むである浅い。このあたりも、あの、100倍つく組み合わせばっかりですからね。6116両方とも100倍以上ですし、6996、清水との両者も100倍以上あるんで、 面白いかなと思います。で、もし、えー、そうはならずに結局、脇本ができちゃった場合、まあ、ひ足のなさは分かってるんでどうするか。あと、清水も単純に3番手じゃあ、えー、っと、見たいまで出させてよ3番手はきついと思うんです。まあ、その辺が、一方、渡辺できった時に、 えー、小松月の番手に粘ってしまっては、まあ、すぐに取れればいいんですけど、そうした脇本の思うツボということで、まあ、えー、っと、番手を背に行く可能性は脇本が逃げたときの方が、 あると思うんです。脇本逃げる確率高いですから、そういうのも狙われますからね。渡辺和也逃げるって言ったら、どのタイミングで逃げるかっていうのは結構予想がつきにくいところがあるんで、それ小松脇4位飛びつけるかというと、いや案外そうじゃないんじゃないかなと思いまして、えー、っと、脇本の場合は、ちょっと三谷はごめんなさいで、えー、っと、前段もつれたとこ えー、渡辺和成がまくる展開。で、し展開関係なく、まあ、番手を清水が取る場合もありますからね。まあ、取ってもかわせないと思いまして、えー、裏はなしということで。あと、まあ、渡辺和成同様に足を溜めるで、縦の切れを見せる浅井。それから、えー、っと、佐藤慎太郎も結構しぶといと思うんですよ。 なので、えー、54も結構オッツ、おっつ。98倍もつきますからね。これ結構びっくりというわけで、他が2、30倍台に対して、こんなにつくんだっていうのは結構意外なので、まあ、脇元の頭でも意外とつくよというところあの、かん、が、狙ってみたいと思います。 どちらにしましょう。そう単純に脇元を見たり出来出せたら、まあ、近畿も、えー、っと、特別、ここ、ずっと接見してますからね。その流れを何とか止めたいと考えた方が、面白くなると思いまして、えー、小松崎を主体に狙ってみました。はい。えー、ご視聴いただきありがとうございました。 えー、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、この画面に出てまいります。お時間ありましたら見ていただければ嬉しいです、えー。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただければ、あの、何人目に登録したかを書いていただければいいことあると思います。ぜひチャンネル登録して、えー、コメントの方よろしくお願いします、えー。ご視聴いただきありがとうございました。 ゲーム動画でいこうでした。